こんばんは、すももです。ティラミスホイップチョコレート、ミスタードーナツのティラミスホイップチョコレートを食べようと思います。映らない。これはフォークがいると思ったので、フォークを持ってまいりました。よ、じゃん。うん、うん、うん、下はドーナツに生クリーム。この生クリーム割と私や苦手なんですけど、チョコが結構ビターなチョコレートだと思います。ビターの苦さとあのホイップクリームが結構マイルドに甘いのとビターなものを混ぜていい感じに口の中であの調和してます。いただきます。うん、これやったら甘いものは苦手な男の人でも食べれそう。じゃん。うん、うまい。うん、私結構あのもともと白が多かったんですけど、特に今年転職っていうか、まあ4月から入ったところ、入った会社に入ってからすごい白髪が増えて、もう根元が真っ白けになってしまって、もう嫌やなって、もうやっぱり34歳、まあ、ってこともあって、まあ、白髪が増えるのはしゃあないかなって思ってたんですけど、最近白髪が結構黒毛になって、根元が黒くなってきて、あ、やっぱりストレスで白毛になってしまったんかなって思いました。ティラミスの部分を食べます。うん、ガッグ悪いな。前紹介したセブンシーズって漫画の私の好きなキャラアンゴもすごいストレスで髪が真っ白系になってしまって、うん、やっぱり髪の毛真っ白系になるぐらいストレスってすごい大変なものなんやなって思いました。まあコロナウイルスのバタバタも関係してんのかもしれへんけど、なんか前の会社辞めるときに上の人がと面談したときに、まあコロナウイルスで大変だったしね、
でストレス大変やったしね、しゃあないねみたいな風に言われたんですけど、まあコロナで一緒くたになんかコロナでだからやめるみたいな一括りにされてもなって思った。まあそもそもその組織に従属してる人たちが嫌いやったんで、コロナウイルスが仮になかったとしても、やめてましたね。まあ何やろ、まああれ最後にそのまたご縁があったら戻ってきてほしいとは言われたんですけど、まあそれは単なるなんか綺麗に終わらせたいがためのなんかその言葉だと思うんですけど、もう絶対に二度とこんなところで働きたないなって思う。ティラミスのとこはさすがに結構甘い。ドーナツの部分がやっぱり美味しい。やっぱミスドのドーナツって思う。コロナウイルスが流行ってて結構問題になってることって、まあコロナが流行ってなかったら見えなかったと思うんですけど、でもそれがコロナウイルスによってすごい見えるようになった、と思う。だから何でもかんでもコロナウイルスのせいっていうのも私は変やなって思ってて、もうコロナだから仕方ないよねみたいな言葉で全部を終わらせるのはあかんと思う。あかん、まあ前の職場はほんまにそれを思う。ちょっと今日のティラミスは甘いな、甘くて甘いでした。
甘いのはやっぱ、厳しい。今度激辛チャレンジしてみようかな。それでは。